新型コロナウイルスワクチンの緊急使用許可を申請。ファイザー。本日、ファイザーが新型コロナウイルスのワクチンについて95%の効果が確認され深刻な副作用もなかったとして数日以内にアメリカ食品薬品局に緊急使用許可を申請すると発表しました。こちら、43,500人が参加した臨床試験において 170人の感染が確認され、このうちワクチンを接種した方は8人のみであり、残り162人は偽の薬を投与された方でございました。こういったワクチンの実用化によって、新型コナルスの封じ込めが行えるんじゃないかと思われますので、 ファイザーには十分な数を確保していただき、日本やアメリカ、また世界に対してワクチンを供給し、一日も早く新型コロナウイルスが世界において封じ込められるように、全力で取り組んでいただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。